弱っちいあんたたちに戦い方ってやつをこのあたいが教えてあげるよ。まずは銃の使い方。銃を撃つには丸ボタンだ。まずは銃を使ってあんたらを倒してやる。これが敵の体力だ。なくせばそいつをぶっ倒せるよ。これがあたいの体力だ。なくなるとさすがのあたいもおしまいだ。L1 ボタンで前を向くことができるよ。次は追撃を使った攻撃を教えてあげるよ。追撃をするには L1 ボタンを押しっぱなしにするんだ。すると特定の敵だけを狙うことができるよ。追撃を使ってあんたらを倒してやる。これで敵の大体の位置がわかるよ。白い線は常に北を指しているんだ。L1 ボタンを押しっぱなしにして追撃するんだよ。やったね。もう一つの打ち方を教えてあげるよ。 R1 ボタンを押すと正面に打つことができるんだ。これであんたらを倒してやる。R1 ボタンを押すんだ。違う。まず R1 ボタンを押すんだよ。R1 ボタンを押すんだ。その状態で攻撃して賞金稼ぎたちを倒すんだ。次は敵の攻撃をかわす方法だ。三角ボタンを押せば素早く飛んで敵の攻撃をかわせるよ。あいつの撃ってくる弓をかわすんだ。そう、その調子でかわすんだ。三角ボタンで撃ってくる弓をかわすんだよ。よっよっ。違う。三角ボタンで撃ってくる弓をかわすんだ。三角ボタンで撃ってくる弓をかわすんだよ。いや、そう、その調子でかわすんだ。よっよっよっ。違う。三角ボタンで撃ってくる弓をかわすんだ。あたいの武器はこれだけじゃないよ。武器を変えるにはスタートボタンを押して装備画面に行くんだ。これでよし。武器が変わったよ。試しに今あたいが使ってる銃はここに出るからね。うるさいのがいるね。よし、もう一つの打ち方を教えてあげるよ。まずセレクトボタンで視点を変えるんだ。そして真ん中にある照準で崖の上のあいつを狙うんだ。銃を撃つのは丸ボタンだよ。クライナー！クライナー！
そこで丸ボタンを押してあいつを狙うんだ。お、茶店の後ろになんか食べ物が落ちたよ。落ちている食べ物は上を通れば手に入れることができるよ。手に入れたものを食べるにはスタートボタンを押して装備画面に行くんだ。うん、おいしい。これは動乱だ。登録した武器や道具を四角ボタンと方向キーまたは左スティックですぐに使うことができるよ。まったくしつこいね。あいつを倒すためには茶店に登ればいいんだ。茶店に向かってジャンプすれば屋根に捕まることができるよ。捕まったら方向キーまたは左スティックの上で登ることができるよ。登ったらあいつを攻撃するんだ。屋根に捕まったら方向キーまたは左スティックの上を押すんだ。クライナー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 。さてお遊びはここまでだよ。今度は本気で行くよ。これはまた雅な目障りだね。とっとと失せな。見かけによらず気が強えな。大きなお世話だ。まあいい。女、時にこいつが通らなんだが。あんたたち賞金稼ぎなのかい？おうよ、我ら五人の賞金稼ぎ、黄金竜生け捕りの軍資金としてそいつの首をいただく。女、貴様、何がおかしい？だってあたいより弱そう。ヒートが、おい、えらく舐められちまったな。じゃあ舐め返してやんないと。ようよ姉ちゃん、ほっぺがいい、足かい、それとも。あいつの首狙うなんてほざくのはあたいを殺してからにしな。もしやおめえ賞金稼ぎの鉄砲おゆりさ。黄金竜がどうとか言ってたね。何のことだい？え、何のことでございやしょう。え、やす、言わせていただきやす。嘘かまことか、長崎の海に黄金に輝く竜が出没するらしいんだ。さ、長崎っていや、ここ降りてったとこじゃないか。ふん、面白そうだね。いい話あんがとよ。通るよ。今俺に話しかけるな。ちびっちまった。
かったじゃないか。何やってたんだい。面白い話仕入れてきたぜ。奇遇だね。あたいも面白い話聞いたんだけどさ。あんな、おう、どうだった。マカオから来た南蛮人が連れてきただの。陰陽師が天から呼び寄せて倒幕に使ってるだの。もうむちゃくちゃな話ばっかりです。ち、もう知ってたのか。浮世離れした話だが、火のねえところに煙は立たぬ。で、どの辺に出るんだ。地獄極悪丸とその一味、神妙にお縄につけい。つけられたね、トギゾー。足っすか。ちょうどいい。訪ねていく手間が省けるってもんだ。さあ、聞いてないよ、竜の出る場所。なーに、奴が教えてくれてら。奴？この先の主がな。この先へ、父さん。服部半蔵。俺たちは、港へ来てだけなんだな。死に急ぐ。恩師、俺様を誰だと思ってやがる。天下の大賞金首、地獄極楽丸様でい。こんな奴らに構ってねえで、とっとと逃げろ。Thank you.
まずオードリンってやつを。この海にいるのかい、竜。多分な。この辺りには出島があったはずだ。出島？あの偉人が住んでるっていう？そいつが姿も形もねえ。まさか竜が出島を沈めちまったんじゃ。バカ言ってんじゃないよ。島一個沈めちまうなんて、いくら竜でも。ここはどこ？臭い、ひどい匂いだ。お目覚めかね、べっぴんさん。誰？わし？わしの中へ。死んだ時に忘れてしもうたな。死んだ？陰陽師様が生き返らせてくださった。じゃが、生き返ってからというもの、腹が減って減って、べっぴんさん、おめえ、うまそうだろう。嘘だろう。よしとくれよ。あれさえ足っすよ。お前は峠の茶店の。いや、これはまたなんともみやびな。バカ言ってんじゃないよ。早くほどきな。へいへい。おい、てめえら降りてきな。おう。他の連中は？妙な奴らに襲われちまって。極楽丸を見なかったかい？一緒じゃないっすか？一緒でこんな目に遭うもんかい。なんだいこいつら、一体全体どこなんだい。ここは信じらんねえかもしんねえけど、出島っすよ、出島。正真正銘南蛮人居留区のはずなんすがね。出島？Yeah!
何か武器を探さないと。
姉さん。山の中にまだ生きてるやつがいるかもしれない。えい、おい、みんな山どけてくぞ。こいつは、姉さん。どれ、生きてる。こんな駒で食らう気だったなんて、でもねえ奴らだ。まったくだ。お前らにも正義感があったのかい。ひでえな、姉さん。生きてりゃこの娘くらいすかねえ。あしらにも子供がおりやしたが、村の流行り病で女もともどもぽっくりいっちまって、残ったあしらはこんな家業をするくらいしかなかった。そうかい、すまなかったよ。いや、ついつまんねえ話しちまいやして。そうだ、もう昔の話だ。いつまでも引きずってはおれん。ええ、あんたたち見直したよ。死体の山どけるとき、あたいは何もできなかった。男だね、あんたたち。いや、そう言われちまうと照れちゃうよな。さあ、早いとこ出ちまいましょうぜ。こんな気味悪い場所。ああ、落ちたりもすんだろ。あのデカさだ。一枚でも何万両分もあるにちげえねえ。あ、そうか。さすが棟梁、頭いいぜ。こういうことわざ知ってるかい。取らぬタヌキの川山よ。姉さん、ひでえ。
だね。猫なんか連れてましたっけ？バカ！鉄砲だよ！こんなんじゃどこ行ったかわかんないよ。大丈夫でさ、あしらが守りきってみせますぜ。お気楽だね。あんたたちがいるから不安なんだよ。姉さん、あれ！ああ！